ユミリーに教える勝玉運気予報。では運気数からお伝えしていきます。宿玉5玉の方が今月6月の運気数は5です。今月はやる気、勇気、元気、そして愛情が湧く季節です。新しいことにチャレンジしましょう。では今月の運気の前に今年の運気からお伝えしていきます。宿玉5玉の方の2023年今年の運気は安定の季節です。そして今月6月の運気は自立の季節です。では宿玉ご玉の方の自立の季節を詳しくお伝えしていきます。心身ともに好調で元気をみなぎる時期になります。新しいことにチャレンジしたくなるなど、とにかく積極的に取り組む姿勢が現れます。よってこれまで改善できなかった問題点や改善点に取り組むと良い方向へ進むことも。自立の季節では転居、転職、独立、企業などと相性が良い時期なので、目標や計画を行動に移すと良いでしょう。このように自立の季節ではアイデア発想が浮かぶ時です。アンテナを張り巡らせましょう。では予報いきます。こちら旧暦で表示しておりますので、1日からではなく6月6日から7月6日までが6月の運気となります。そして最も気になるこの6月の自立の季節と重なる9、19、29、このように自立の月と自立の重なる日は何かを始めるのには最も良い時期になります。アイデアを振り絞ってトライしましょう。では自立の季節の良い傾向と悪い傾向をお伝えしていきます。良い傾向に行くと独立心が強くなり挑戦欲が増す時でしょう。しかし悪い傾向に行くと妥協ができず攻撃的になりがちになるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと自立心が高まり単独で動きたくなる、そんな時でしょう。ところが悪い傾向に行くと単独行動が過ぎると協調性がなくなるので注意しましょう。そして良い傾向に行くと自身が望む転勤、転職のチャンスです。ところが悪い傾向に行くと独立心の高さから望まない退職するケースもありますので注意しましょう。このように運気をチェックして毎月の傾向を知ることで今何をすべきなのか行動の指針にしていきましょう。さあ皆様いかがでしたでしょうか。この運気予報はあなたの人生の季節で分かることのほんの一部です。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方はこのような冊子もご準備しております。こちらにはさらに詳しく良い傾向、悪い傾向、起こり得る出来事、そしてその対策など詳しく記しております。あなたの運気をもっと詳しく知りたい方は概要欄に LINE 公式アカウントの URL を貼っておりますので、こちらからお問い合わせください。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。